左側の線路を JR、右側の線路を、京成の列車が走行する成田空港。高速鉄道株式会社は、千葉県に路線を有する第三セクター方式の鉄道会社。京成電鉄連結市会社であり、京成グループの企業である。本社は、東京都中央区東日本橋2の24の12。東日本旅客鉄道成田線空港支線。 成田線分岐点成田空港駅 8.7km、京成電鉄、京成本線、狛江の信号場成田空港駅間 2.1km、成田空港線、成田高速鉄道アクセス線接続点空港、第2ビル駅間 7.5km の線路を所有する、第三種鉄道事業者である。当該区間において、運行を行う JR 東日本及び、京成電鉄は、 第二種鉄道事業者となっており、成田空港高速鉄道に対し線路使用料を支払い運行を行っている。経緯については、以下の項目を参照のこと。新東京国際空港への空港連絡鉄道として、当初成田新幹線を建設する予定であったが、沿線住民の反対運動によって、計画や建設は頓挫し、成田市内において、高架橋やトンネル、 空港ターミナルビル直下の地下駅の筐体が完成するが建設工事は中止となった。また、京成電鉄が初代成田空港駅へ鉄道を開業させるも空港ターミナルビルから離れた位置のため空港利用者は不便を強いられた。1988年、当時運輸大臣であった石原慎太郎の鶴の一斉により、 成田新幹線計画のトンザにより建設後に放置されたままであった鉄道施設の一部を在来線に転用することが決定し JR 東日本と京成電鉄などが出資する成田空港高速鉄道が発足1991年3月19日に開業し第一空港ターミナルビル直下への乗り入れが実現することになったその後東京特部からの さらなる所要時間短縮を目的に、千葉ニュータウンへのアクセス鉄道として開業していた、北総鉄道北総線を延伸する形で、成田高速鉄道アクセスが、ンバ日本遺大駅成田市、土山の新線を新たに建設することになり、成田空港高速鉄道区間においても、JR 成田線と並行する区間の造船工事が行われ、2010年7月17日に、 成田スカイアクセス線として新たに開業した。ありがとうございます。